皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成部座滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日は、初心者は取引シリーズの続きということで、ワンオクロックの完全価格ドリーマーという曲を皆さんと一緒に練習していこうかと思います。まあ、このシリーズ、初心者は取引って銘打ってはいるんですけれども、簡単な曲からこのステップアップをしていきましょうっていう、こういうコンセプトの中のこの曲なので、本当にギター始めた人がね、いきなりこの曲にチャレンジするとかなり挫折をするかと思います。初心者は取引って言ってるけれども、このステップアップがあった前提で、結構もう中級者向けみたいな内容なんですよ。この曲、まあ聞いてわかる通り、その、とりあえずテンポがめちゃくちゃ速い。ということと、あと、オクターブ奏法とか出てくるんで、ミュートをしっかりこの行える技術みたいなのが身についてないと、もうイントロとかめちゃめちゃぐちゃぐちゃになってしまうんです。なんで、この今まで皆さんがね、そのパート1からババッと練習してくださっているならば、頑張って乗り越えられる幅だと思うんですけれども、結構内容的にはね、中級者向けな感じになってきて、結構難しいところも出てくると思うので、まあ、頑張って、皆さんと一緒に乗り越えていければなと思っております。頑張っていきましょう。画面のズバババンと、お手元もお見せしながら、やってるので、ぜひ一緒に練習していただきますと幸いでございます。で、今回もね、一応こういう楽譜がありますので、もし興味がありましたら概要欄の方からチェックしてみてくださいませ。でも、いつも通り楽譜がなくても動画だけでも、弾けるはずです。お手元に楽譜欲しいよという方はちょっと検討していただけますと幸いです。動画を3本に分けます。今回は3本に分けます。1本目はイントロだけです。イントロだけ。そんだけイントロ、ややこしい。で、2本目は A メロ、B メロ、サビに関して。で、4つ目は感想とか、あとは全体的な構成についてやっていくという感じでやっていこうかなと思います。1本目、まずイントロ。いきましょう。まず、イントロ。このオクターブ奏法という奏法が扱えないと、まず話になりませんので、まずこれをマスターしましょう。人差し指が4弦の6フレットです。4弦の6フレット。で、小指が2弦の9フレットです。人差し指が4弦の6フレット、小指が2弦の9フレット。で、この2つを押さえるだけじゃなくて、ミュートをしっかり行って、全部の弦を弾いても、この2本の音しか出ないという状況を作っていくんですよ。どういうふうにやっていくかというと、まず順番に人差し指から使い方を見ていってみましょう。人差し指、先っぽが4弦の6フレットを押さえているんですが、この腹のところで、腹のところで1、2、3弦を軽く触れてミュートをしております。4弦は鳴る。でも1、2、3弦に関しては鳴らない、鳴らない、鳴らないと。こんな感じで腹でミュートをすることが超絶大事です。で、あわよくば人差し指のこの先っぽの部分で5弦もミュートしてあげるとなお吉です。5弦ミュート。で、4弦は鳴る。で、1、2、3弦はミュート。難しいんで、6弦はしゃあないとして、5弦からバーンと弾いても、この目的の音しかならない状態、これをまず作ってください。これ、簡単そうに言ってるけど、すげえむずいと思います。悪い例1としては、まずこの指がアーチ状になっちゃう感じ、こういう感じで。こんな感じで人差し指がアーチ状になってしまって、真ん中ら辺が浮いてしまうと、もういろんな弦が鳴ってしまうので、こうならないように、ちゃんとしっかりとまっすぐ構えましょう。で、こう、まっすぐ構えて、良くない現象、その2としては、まっすぐしたのはいいんだけども、3弦とか2弦とか一緒に押さえちゃう現象。これ良くない。自分の音をしっかり聞いて、5弦の音からバーンと弾いても、こんな感じで、ブーン、ブーン、ブーンというこの音しかならない状況を頑張って人差し指だけで作っていきましょう。まずこれが第一ステップでございます。こんなやり方を他の指にも入れると、まあ、いくんですけれども、まあ、超絶難しいかと思います。その辺は頑張って練習してみて、乗り換えてきてくださいませ。はい、そんな感じでございます。次、中指。中指は、この6弦と5弦の真ん中ら辺に指を置いて、軽く5弦と6弦を触ってください。これ、中指でこのギュッと押さえちゃうと音が鳴っちゃうんで、これは NG です。これダメ。軽く触れた状態です。こんな感じで。中指の先っぽで5弦と6弦を軽く触れると。
で、予言とかね、三言とか、予言とか二言は鳴らさなきゃいけないんで、中指はこうアーチ状にしなければいけないんですよ。中指はこうバーッといっちゃうとね、全部のゲームを落としてしまうんで、中指はアーチ状。けど先っぽの方は、六言と五言を軽く触れていると。二本、軽く触れているわけです。で、これがうまくできれば、人差し指と中指だけで全部の弦を弾いてもミュートをすることができるんですよ。人差し指はこんな感じで、5弦ミュート、4弦は鳴る、1、2、3弦はミュート。で、中指でこの5弦と6弦をね、ミュートしてあげれば、もう5弦は中指と人差し指をダブルでミュートしていることになるじゃないですか。そうすると、わかりますでしょうか。こんな感じで全部の弦をガシャガシャ鳴らしても余計の音しか出ないという状況を作ることができるんです。悪いやり方、悪い現象その1、人差し指がアーチ状になっちゃう。悪い現象その2、人差し指がまっすぐなのはいいんだけど、他の弦を押さえちゃう。悪い現象その3、中指が5弦、6弦のどっちかを押さえてしまう。こうなって、こんな感じです。これがその理想の状態です。まず、これをめっちゃ練習してください。これをめっちゃ練習してください。これができないと、そのオクターブ奏法そのものがもう、ね、できないということになってしまうので、まず、ここをめっちゃ練習してほしいです。人差し指と中指の使い方、すげえ難しくて地味なんですけど、まずここをめっちゃ練習してほしい。で、これができるようになってきたら、最後。薬指は またミュートを使ったりとかするんですけども、薬指はなくてもいいですわ。小指で2弦の9フレットを押さえて、フレーズを弾いていくと。もし余裕があったら、薬指は中指と一緒で5弦、6弦のミュートに回ってあげてください。そうすると、この6弦を、ね、2箇所でミュートすることができるので、完璧にミュートすることができると。もし余裕があれば、薬指で5弦、6弦をミュートする。ミュート、消す音って書いてミュートって言い方をするんですけれども、その、エレキギターというか、まあ、ギターの特性上、その1箇所ミュートしているだけだと、やっぱりちょっと声が鳴るんですよ。どうしても。これ、どの場所に行っても。まあ、こんな感じになってしまうんです。けど、1本の弦に対して2箇所以上ミュートしているところがあれば、ほぼ完璧に。ミュートすることができるんです。なので、もしその薬指の余裕があれば、薬指も5弦、6弦ミュートしてあげれば、6弦が2本体制になるじゃないですか。薬指がなかったら、5弦は2本体制だけども、6弦は1本体制で、でその次、3弦は1本体制で、まあこれはしょうがないです。で、2弦は鳴らすから OK。で、1弦に関しては小指の腹が1弦を触っているはずなので、1弦は2本体制になっているはず。で、それに対して薬指がバーンと加われば、ほぼほぼ2本体制で。ミュートで迎えることができるんです。これが理想の形のオクターブ奏法というやつでございます。まずここのフォームですね。このフォームをめっちゃ練習ください。めっちゃ練習ください。本当にもうこれができればもう全てが OK なんですけども、逆に言うとこれができないと全てがダメ。この曲のイントロを弾けるか弾けないかは、このオクターブができるかできないかに全てかかっております。特にその中でも人差し指と中指の使い方ですね。ここはまずめっちゃ練習してください。そんな感じです。分かんないところがあったら、ちょっとまたビデオを巻き戻していただいて、フォームのチェックをしてみてください。それでは実際に、フレーズの方に行きましょう。8小節の、フレーズがあって、でそれと8小節をもう一回繰り返して、イントロが完成って感じになるんですけども、まず、この8小節を、順番に、2小節ずつ行ってみたいと思います。まず、人差し指が6フレットの位置と、6フレットの位置と、あと4フレットの位置。で、人差し指が9フレットの位置。の後に行って、6フレットの位置に戻ります。それぞれ、6フレットがソシャープで、4フレットがファシャープで、9フレットがシなんですけれども、ちょっとシャープとか言ってるとめんどくさいんで、6フレットをソ、4フレットをファ、そして9フレットをシと言っていきます。オクターブ奏法のこの形を作って、まずその、ソの音を6回弾きます。あ、嘘です。5回です。
そう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 。で、オルタネートピッキング、ダウンからスタートして、コーに、そう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 と弾いていけば、5回目のソはダウンで終わってるはずなので、その次、アップストロークでファを弾きます。ファーン、そう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 、ファーン。で、この人差し指と小指、押さえてる指を軽く浮かせて、ブラッシング、角と弾きます。つまり全部の弦を見るとってことですね。そう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 、ワン、ツー。で、このツを弾してるうちに、あ、嘘です。ツをして、で、アップでもう一回、ファを弾きます。そう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 、ワン、ツー、ファー。そう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 、ワン、ツー、ファー。で、このファを弾いたら、9フレットのシの音にグワーッとスライドします。そう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 、ワン、ワン、ツー、と。スライドをしたらカラーピッキングが入ってアップから C を2つ弾きます。 C、C と C、C で、その次のアップからソを4つ弾きます。ソ、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 C をアップから2つ弾いてアップからソを4つ。ソ、ソ、ソ、ソで、最後のアップでファを弾きます。2つ、4つ、1つで、アップで終わってます。そう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 、ワン、ツー、ファー、それでアップだ。そう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 、ワン、ツー、ファー、シッ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 。こんな感じの手順です。すげえ英語しないですか。こんな感じです。で、その横にね、このバート移動してるんですけども、横に移動してる間も、オクターブのフォームを崩すことなく、これをキープしたまま横に動かさなければいけないと。で、これが最初の2小節目です。あ、最初の1小節、2小節です。で、次3小節目いくんですけども、またソからスタートします。ソ、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 ワン、ツー、ファー、スライド。で、シー、シー。ここまでは一緒です。ソ、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 ファー、ツー、ファー、シー、シー、シーまで一緒です。アップから C を2つ弾くまでは一緒。で、その次のアップからちょっと遠いんですけども、ファに行きます。で、ファを5回。なので、途中までほぼ一緒ですね。そう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 、ワン、ツー、ファー、シー、シー、シー。で、いたらファの音を5回。5小節目、5小節目からいくとすると、このファの音を5回弾きます。ファーで、人差し指が4弦の2フレットのミ、オクターブいきます。ミのオクターブ。ファー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 。で、その次、アップからソを2ついきます。ソーソーと。ファン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 ファーソーソー。で、あと落ち着いてソーミーの音をダウンダウン。ソーあ、ファだ。ファーミー。ファン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 。で、またファーソーソーソーファーミー。これが5、6小節目です。ファの音からスタートします。ファを5回。ファン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 。で、ミを1回弾いて、ブラッシング。で、またファに戻って、ファを1回弾いたら、アップからソを2回。ソー、ソー、で、1回ずつ。ファ、ミ。で、その次、7小節目。この、人差し指が4フレットのファシャープの音からスタートです。ファ、8回ですね。で、その次、人差し指が、隣、3フレットにいて、ナチュラルファを弾きます。ナチュラルファ。ナチュラルファを6回。で、人差し指が4フレットの位置に来て、ファシャープになって2回。
これで8小節か。OK です。どうでしたよ、どうでしたでしょう。すごいややこしくないですか。もう一回ゆっくり頭からいってみましょうか。ソの音からスタートします。ソを5回弾くところからですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ソ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 ー、
で、このデデデデを2回弾きます。で、人差し指が7フレット、5弦の7フレットの E のパワーコードを弾いて、で、その次 B に戻る。で、またベレベベベレベベンパンパンバラババンバラババン、6弦の開放、4回ブリッジミート。こんな感じです。これでイントロが完成です。ちょっとコツとしてはその、ね、ポイントとしてはその音を途切らせるということですね。この。といかずに。こんな感じでその、ね、音を右手で止めてあげると、バッチリという感じでございます。1本目の動画は以上、イントロに関してでございました。何度も言うですけれども、このオクターブのフォームが、ね、どんだけ身につけられるか勝負だと思うので、頑張って練習していただきますと幸いでございます。2本目の動画になると、A メロの方、B メロの方に入っていくので、むしろちょっと簡単になっていきます。頑張って練習をしていきましょう。それではまた、違うビデオでお会いいたしましょう。ははははの前に、私、滝沢克也に突然ですけれども、Twitter などをやっております。TIKAJAWA、滝沢という名前で Twitter やっているんですが、もしね、今回の動画の感想とか、ご意見とか、リクエストとかありましたら、Twitter フォローの上、ご意見をリプライいただけますと幸いでございます。よかったらそのところもチェックしてみてくださいませ。それではまた、次の動画で頑張ってメロの部分を練習していきましょう。さよなら、バハハイ。